え？入ってたのテーマがないんだよな。どうしちゃったの？どうやってやったの？なんでそんなさ、すげえフリートークなんだ。雑すぎる。これが本当のフリートークなんだよ。フリートーク。それはもう久渡から話していただければなと思いますけど。そうですね。まああのまあ、自分は2005年に、まあ、サンフレッチェに移籍してきて、まあ、最初の会見で、まあ、優勝させるために来たって豪語しておきながら、まあ、全然その、まあ、初優勝というのに全然たどり着けなかったので、まあ、そういった中でもちろん降格もありましたし、まあ、苦しい中で、まあ、なんとかこの2012年の初優勝までたどり着けて、まあ、それこそ3人でシーズン戦ってなんか充実した中で、しかもホームでエリオンスタジアムで前の中で勝ち取れたっていうのも含めて、まあ、最高の瞬間だったかなとは思ってます。どうですか？完璧なことです。いやいやいや、もうコメントなしで。いやいやいや、それぞれの味だから。実際久渡さんが来てそのサンフレッチェってそういう優勝っていうものができるっていうふうに当時思ったのか、そのあたりってどうですか？いや、あの僕があの移籍のオファーいただいたときに、まあ、確か当時3カ年計画で勝負したい、優勝したいっていう思いを伝えてもらって、もちろんその、まあ、サンフレッチェには和浩司もいるっていうところで、あの上を目指せるで結果を出せるっていう思いで移籍も決断しましたし、まあ、ただあのなかなかあの、まあ、優勝争いっていうところにはたどり着くことはできていなかったので、まあ、どちらかというと長い道のりだったかなっていう印象の方が強いですね。はい、僕は正直その、まあ、プロになってその優勝争い自体も、まあ、経験したことがなかったんで、まあ、なかなか優勝っていう目標は、まあ、見えてなかったのが正直な気持ちでしたけど、まあ、久が、まあ、うちに、加入してくれて、まあ、もちろんそれまでもまあ、サンフレッチェ自体がこうプロ意識はあったんですけど、まあ、さらにそれを押し上げてくれたというか、まあ、それがチーム全体的に感じられたので、まあ、そこはなんか信じて、やり続ければ、まあ、優勝に到達できるんじゃないかなって思いましたね。プロに入って、まあ、自分個人のことで言うと、まあ、その怪我もすごく多くかったですし、そのまあカズが言ったようにそのサンフレッチェがこう優勝争いなんかすること、そういうシーズンを送ることなかなかできない中で、同級生でずっとこう、まあ、代表で一緒にプレーしていたこう選手が加入してくれたのが非常に嬉しくて、なんか同級生ですけども、本当僕はもう下にこうついていくような感じで、まあ、キャプテンとしてもチームを引っ張ってくれて、でその2012年の初優勝した時にはなんか本当にこう、まあ、今までのこう苦労が報われたなっていうのが本当に感じられた瞬間だったので、まあ、この優勝した瞬間っていうのはもうずっと忘れられない思い出ですよね。